がってちょっと行ったらいい具合で由良川見えるみたいなんで、それはなんだ、あ、休憩スペースあったから別に上の休憩スペース買ってもよかったのか。まあ、でもせっかくね、ここ来た、もうだって何も単語っぽいこと何もしてねえんだもん。せめて由良川を見よう。出ねえとさすがに俺がいたたまるやん。本当に今回は、あと通過しましたね、朝の5時半でね、これの愛様でございますからね、こっちの方来るときはね、前泊でね一泊、する前提か、もしくはね、特急使ってね行きましょう、全然かかる時間が違うわ。特急使った方がいい、これは。で、あ、そこが橋になってんだ。あ、河川敷なのかな、登れるところとかもあるな。あっ、すごいですね。平成26年の水害の時、あの平成30年の時もここまで来たんだ。あ、それで冠水注意でこれがあるんだ。浜田高さんまで来たんですね、すごいな。由良川、言うて暴れ川なんですよね。これこっちに行った方がいいですかな。いやー、一気に暑くなってきたな。あ、そこから登れそう。あ、でも塞がれてるな。今工事中なのか、治水工事やってんのかな。あ、だから綺麗なんだけど入れないのかな。あっちゃ、はあ、うわ、むしむわっとしてきた。で、ここの先に見えるこいつが由良川っすね。おお、来た、由良川が。あつい。由良川だ。今日水位高いね、結構。まあ雨でしたもんね。わあ、これはちょっと降りることはできないかな。向こう側の方が公園みたいになってるわけでもない。いやー、とか、まあ、相当幅広く取ってますからね。まあこれでもね、やっぱ判断するときはするってことなんでしょうね。降りれそうなところはないか。
な、ちょっと探してみようかな。いやー立派な川ですね。あれそうか、分水嶺越えて日本海側ですから川の流れが北側になるんですね。どうも太平洋側の人間にはこれは見慣れないですけど、あーいい景色だ。あ、そうだ、買ったやつ撮った写真はあるんだ。これね、こんな感じです。そう、一応店内で、食べるスペースもあったんで、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、せっかくなんでね、由良川見ようかなと。今日これするためだけにここまで来たの。いや、そうじゃない、そうじゃないはずだ。そんなわけはないはずだ。ちなみに帰り特急使わなかっても間に合うのかな。京都まで出れば前原から、また東海道線で、でそのまま東海道線金山行ってしまえばいいか、金山か厚田か、厚田まで行ってしまえば大丈夫ですもんね。しんどー。あ、ちょっとそこ段になってるか、座れるかな。そこで座ってくるか。下に降りるのはちょっとさすがにしんどそうです。降りちゃったらもう川見えないですかね。せっかくならね、由良川眺め、由良山眺めながらね食べましょう。オタクっぽいことしてみよう。由良川で由良山とかね、こういうのね。しまった、階段じゃなくてスロープだったんであれですね、ちょっと座って食べるのは難しそうなんで、戻ってコミュニティセンターで涼しいところで食うか。それか時間的に快速で戻ってもいいか。そうしようか。